はい、皆さんおはようございます。アタランタのタカです。日本は明日、節分の日ですね。恵方巻きですね。はい、ですね、今日のブログからなんですけども、昨日でしたかね、保険のエージェントがいるんですよ。私は健康保険の中西部に住んでるおばちゃんがいて、たまにこっち遊びに来るんですけども、その人からテキストが入って、あなた健康保険ですね、更新リジェクトされたわよって、ディクラインされてって言うわけですよ。まあ、ディクラインというのは拒否ですね。この前オンラインでやったんですよ、更新を。そしたらその時は OK だったんですよ。でその後で心臓のね、まあ問題この前言ったんですけども、その薬を飲んでることがまあレポートが言った、それでまあリスクがあるからということで保険更新できませんというわけですよ。で飲んでる薬はこれなんですよ。これ有名なんですけど、はい、これです。はい、これがですね、血液を要はサラサラにするわけですね。これちっちゃいんですよ。お見せしましょう。こんなちっちゃいんです。見えますか。はい、これをね毎日飲まないといけないんですけど、まあ私はサボって、そうですね、2日に1回ぐらい飲んでるんですが、まあ前もう一回言いますとね、心臓にこう4つ部屋があるわけですよ。でこっちの部屋が、血液を取り入れてきれいにする部屋、そしてこっち2つが上と下で、上がポンプで下で下に送るわけですね。で私の場合はこの上のポンプがプン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 がブブブブブ、たまにこうちゃんと動いてないという、まあそういうことでストロークのリスクが、5% あると言われたんですよ。でまあこれが年齢とともにね上がっていくって言われてまして、でまあ結局ポンプがちゃんと作用してないから血液を流さないといけない、溜まっては困る、だからこれを飲んで血液をサラサラにして流しましょうということなんですよね。ただまあこれうちの確か家族も誰か飲んでまして、血液サラサライコールもしこう切ったら血が止まらなくなるよというふうに言われたわけですね。まあそういう違うまたそのリスクもあるわけですよ。でまあまあそれはどうでもいいんですけど、まあとりあえずそのリジェクトされたことが非常にまあ残念というか、実にこれアメリカらしいですよね。結局リスクのある人は保険に入れないわけですよ。というのはもし何かあったら保険会社が損するからですね、その人のために出費をいっぱいして。ただ私過去ですね、もう10年ぐらい保険入っててほとんど使ってなかったんですよね。一回石が溜まった時にドンと使ったことがありますけども、それ以外はほとんど使ってないんですよ。で極めて健康な人間なわけですよ。でそういうことはもう一切お構いなしで、あこの人はもう将来やばいかもしれないというんで、もう簡単にリジェクトされるわけですね。で前にもですね、車の保険も一回リジェクトがありまして、これはまあ私が悪かったんですけども、そうですね、2000年頃ですね、アメリカ人の会社の同僚がいて、まあ貧乏なやつだったんで行くとこないっていうんで、じゃあうちの家しばらくしばらくでもまあ1週間もいなかったですね彼はね。いいよ、止めてやるよって言うんで止めたんですよね。でまあそれが大きな間違いで、私その時車2台やったんですけども、その私のもう1台の車を許可もしてないのに勝手に乗って、それで事故を起こしたわけですよ。でまあ車は結局、お釈迦になりましたからね。で彼は確か、ジェールに入って、まあ、それ以降もう一切連絡は取ってないんですけど、保険で降りるんだって簡単にパッと言われちゃいましたよね。でその時はオールステートだったんですけども、オールステートから、はい、次の保険はもう更新できませんって言われました。はい、
で、まあその後もステートファーム、あのステートファームになって、まあずっと私はそれで何もなくてやってるんですけど、まあアメリカ簡単にこういうことであの保険はリジェクトされる。ですからまあ、あの健康でありたいなと。まあ当然ながらね、あの今回のこの事実を全部あのエージェントは分かっていて、あの今新しい保険会社を探してるんで、あの保険に入れないということはないです。で最悪入れなかったら、あの今度はあの政府にですね、あのオバマケアを申請しないといけないといけない、申請しないといけないという、そんな事態になるというふうにエージェントは言ってましたけど、まあそれはないと思うんで、はい、大丈夫です。まあこんなくだらない情報です。本当に皆さん気をつけましょう。はい。